どうも、鈴木タオです。栗田久美です。この番組は、2年以上、毎週 YouTube にラジオを上げていましたが、しかも、一時間尺のね。うんともすんとも言わなかった二人がお送りする雑談ポッドキャストです。これまた、うんともすんとも言わなそうですが、今回もやっていきましょう。ワニカニのうんともすんともポッドキャスト。 ということでまあオープニングをねちょっと変えてみましたそうですねまあ別に順番が変わっただけで言ってることも何も変わらないんですけれどもまあそうですねまあんかよりラジオっぽくなったかなっていうそうなってくれてたらありがてということでやっていきたいんですけれどもあのジオゲッサーって知ってますジオゲッサーちょっと聞きなじみはないですね ジオキャッシングはわかりますか。ジオキャッシングはわかるよ。まあ一緒にやったことあるもんな。<うん S 1> まあジオキャッシングっていうのはまあ街中のね、至るところに実は宝物隠されてるんですよっていう。実はね。うんまあ本来はねこれ海外でめちゃめちゃ多分流行ってる遊びで、まあ周りのね公園とかまあ本当に商業施設とかどこにでもなんか隠し場所が。あって でそのまあアプリなのかサイトなのか微妙な感じではあるんですけどその中でなんかこの辺に隠れてますよみたいな情報は出てるけど詳しくは出てなくてでそこのヒントとかもちょっと謎解きみたいな感じで書かれてるっていう。そうねねだでこれが日本にもいくつかあってまあ僕らなんかで言うと例えばあのガードレールの。 裏とかねねああった懐かしいねあれねあとはなんか普通の商業施設の駐車場みたいなところの木にかかってるなんていうんだろうねあれネームプレートみたいなたまにつついてるるやあよねたまになんかさ「猿すべりの木」みたいな説明が書いてあるやつあるじゃんあれの裏とかねあったねあったねそういうところに本当に普段生活してる中に隠れてるんですよ実は。 はいそう実はあるんだよねそ<う>本当に至る所にでその宝物をまあ見つけたら、うんうん、そこにどんどん自分の名前を書いていくみたいなはい,はいはいはいそうねで中になんかその前回の人が見つけた時に隠しておいたまあちっちゃい何て言うんですかねあれ宝物というかプレゼントみたいのがあるからそれを取って自分が用意したものと入れ替えておくみたいなねはいはいまあそんなものがあってこれがジオキャッシング,シングですねこれ それの、うん、まあジオゲッサーって言って、ゲッサーね次は。道番。道。うんちょっと道番っていうのも変なんですけれども、うん、まああのグーグルマップを使った、うん、これは遊び、うん、なんか元々アプリで多分あったと思うんですけど、まあネットでできる、はい、まあ。 場所探しゲームなんですけれども今度はものを探すんじゃなくて場所を探すんですよ。場所を探す。うん、Google マップってさあのストリートビューっていうのがあるじゃん。はいありますね、うん。あれを使った遊びで、うん、ランダムに世界中のどっかに、うん、そのストリートビューで飛ばされるのね。ほうほうあ,あまず飛ばされるんだ。で全く知らない道に出てくるわけよ。うんでその道が どこなのかっていうのを、うん、Google マップ全土から探し出すっていうああなるほどね、うん、あじゃあそのなんていうのスマホないし、うん、何かで完結はできるみたいなそうそうそうスマホの中でできるパソコンの中でできるなるほどねあそういうタイプのそう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 でもちろん世界全,全土でやると、うん、めっちゃむずいわけよまあ難しいよねだってそもそも知らないし <laughs> みたいな <laughs> 土地をまずね でそういう人たちはどうやってその道を探すかっていうと、うん、その一番最初に飛ばされたグーグルのマップの位置から、うん、まあ歩けるのよ自由自在にストリートビューだから、うん、歩いていって、うん、なんかヒントになりそうなものを見つけるわけ例えば日本国内でいうと、まあ、何度か歩いていければさあのー、電柱とかにさ、うん、住所書いてあったりするじゃん。うん、あります。あああるるとか、ね、そうそう,そう,そう,そういうのを見つけてあ ここら辺だなななみみたたいいい絞っていくみたいなその中のちょっとヒントをヒントじゃないけどいろん,ん,んなの見つける例えば大きい大学があるみたいなこの大学ってここにあるよなみたいなあなるほどそこへ絞りつくるんだどん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 。 でそれが世界全土で繰り広げられているってだから<ー>でもさ日本だったらなんとなく分かることもあるかもしれないけど世界だったらその分かんないじゃん全く分からないねなんとか,かんとか公園とか書いてあってもさ <laughs> それがどこの国なのかも分かんないんじゃんまずねそうだねそうだからそれの日本国内版とかもあるのねはい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 で日本国内版とかだと、うん、まあそれもさ、うん、日本全国って 言ったらさ、北海その地域の名前が見えてもさ、例えばなんとか市みたいな見えてもさ、これはどこの県なんだろうみたいななるじゃんのそのさらに東京版があったりみたいな、はいはいまあそういうゲームがあるんですよ。これがジオゲッサー、ジオゲッサ面白いね。まあこれ僕ちょっと好きで、たまにやってるんですよ。暇があったら、なんとなくこうちょっと歩いてみて、あこの辺だなみたいな、あなるほどね。 あのマツコとかタモリさんとかってさ道好きじまあそれこそ「ブラタモリ」とかマツコさんもやってるよねあの徘徊するやつでしょはいはいはい夜深夜帯かなそう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 うほうそ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 う 路線図とか詳しくなるじゃんまあそうですね、まあ、確かに確かに確かにまあ見るしね東京都内を移動していったりするとさ、うん、どこの駅があってここの路線はこことつながっててみたいなんとなくはさわ、まあ、かるわかる乗り換えとかもあるしね、うん、これがちゃんと年をとっているということなんだなっていうのをあそうかそうかそこが頭に入ってるっていうのが、うん、思っててでそのそれを駆使した遊びが需要 ゲッサーなんですよま、はい、まさにまさににね道の形状だったりこういう例えばなんか地域特有の飾り付けがあったりしたらここだなみたいなのが分かるようになってくるっていうのは年、うん、をとってる証拠なんですけどなるほどねこのゲームが面白くて<ー>まあたまにやってると。はい、で僕ね、うん、あのインスタグラムであるアカウントをフォローしていて。ほほ、はい、ほうほうほう あの海外のまあ言ったらアーティストなんですかねアーティスト 3D プリンターを使ったアーティストがいてその方は自分で作ったその 3D プリンターのちっちゃい置物とかをその道に置いていくんですよ。でその置いてった置物が誰かに取られるまでがまあアートみたいな。 おえななんかその現代版バンクシー的な感じですか？まあまあまあバンクシーが取られるかどうかちょっと定かじゃないですけれども <laughs> まあまあそうそうそう,そうみたいなことだよねでもそでそれがしかも面白いのが、うん、例えばその普通にさ道とか歩いてる時にさ、うん、あのここのレンガちょっと欠けてるなみたいなとかあるじゃんあまあまあたまにあるよねそれねうん、うん、なんとなくそのレンガの欠けてる部分を<う>その形をかたどって が、ミニチュアのなんか置物とかを作ったりしてるのね。すごいね。そう、すごいのよ。その場所に合わせたものを作ってくるあ、なるほどね。同化させるようにっていうか。で、その動画がすっごい好きで、俺。はい、はい、はい。作ってる様子とかも見れて、で、最後それを設置して。その設置されたよっていうとこまでは出すんだよ。はい、はい、はい。そしたら、次。そのアカウントのストーリーとかで。その設置したやつが取られたところまで。 あそうういいいいいことか映ってんだよはははは多分遠くでもう走ってて見張ってんだそうそうそう誰かが取りに来たところを抑えるために結構なんか面白いそれ面白いね試みじゃんでこれがしかもね僕が冒頭に言ったジオキャッシングでもありジオゲッサーでもあるんですよ あまあ、確かに宝物を探すのでもありそうでその動画ってどこに置いてますよって詳しいことは言わないんだよね、うん、はい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 、はい、なんとなくその画面内に映っている街並みだけでどこにあるかっていうのを探してるわけ、うん、みんなあ確かにそうだねそうだねそう世界中の人がこれをやってるんだよねでその人がこないだね、うん、日本来てたんだよえっ海外でやってた人がそう海外だったらいけないじゃん いいけないっすよでこれ大抵ねみんな1時間以内ぐらいに見つけちゃうのよえ結構早いんだねそう,<お>うでこの間日本に来てるっていうのをインスタで見て <はい S 1> あっ日本でもやるぞってこれやばいともうだって世界で普段活動してる人が日本に来てこれをやるのなんて多分下手したらもうないかもしんないじゃん,<う>んいないでしょだからその日本になんか分かんないけど遊びに来てんのかそう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 やろうとしてに来てるのかねちょっと分かんないけど もうこんなチャンス二度とないと思って日曜日だったんですけどたまたま体が空いてましてその日はいたまたま空いてた空いてましてこれは更新動画が投稿されたらすぐ行こうと思ってもう見てたわけだ貼ってたんすよそしたらあのインスタのストーリーのほうにポンって動画が上がったんです新しい動画が一個 それがなんか電信柱、おきい電信柱の下の方にトイレの便器のミニチュアを設置している動画が出たんですよ。これなんかこの画面に映っている場所見覚えあるなって思った。なんとなく見たことある。普段のそのジオゲッサーとかやってるのがここに役立ってきた瞬間だと思って。活かされて。そう。 なんか見たことあるなみたいな、思ったわけですよ。で、ここもしかしてっていうところが一個あったの。ほう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 。あ、なんとなく候補があったの。そう、それが下北だったんだよね。おー、下北、そう、下北沢の、あのー、南口。あのさ、はいはい、マックあるじゃん、はい、マック。ありますね。あります。あります。じゃ、何口だかごめんなさい、定かじゃないですけど、うん、マックあるじゃないですか。はい,はい、はい。マックのあの通り。 はいあの直進するところですかそうそうそうそその先にこうちょっと下ってうそうそうそそう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 はいはいはいあの松屋とかああうバーガーキングとかはいはいはいあと松木清とかの通りうんあそこ大正あるとこだよねその先にあっ大正あったっけあそこなんかその分かれ道みたいなそう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 あの何ていうのかなあるじゃんうんあの通りねそうその通りちょっとまあ皆さんには動画 とか画像が見せられないのでくりたくだけに見せるんですけどヒントはこれだけなんですよ。この画像いやわかんねえよだってこれどこでもあるもん。そう本当にどこでもあるよもな場所の画像があまあ本来は動画ね動画がインスタにポンって投稿されるわけ。えここれれ下北そうこれ見て俺は いや下北じゃねってなったわけいやこのそう本当に情報量なくて <うん S 1> 唯一ある情報が <うん S 1> あの画面の上の方にあるなんか「お売りください」みたいな看板ちょっと黄色のやつかなこれそう黄色い看板で青文字で「何々お売りください」みたいなのがあるっぽいというだけの、うんうん、でもまあそんなんだってねどこ国内どこにでもありますよねで これは行くし思って体空いてるしはいでこのストーリーー見たのが投稿されてから10分ぐらいだったんですよおおでも結構早いだいぶ早いだいぶ早いんかこれ行ったら間に合うぞっつってほう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 絶対下北だっていう謎の自信があったあの情報量から読み取ってでもう先に向かいました体だけ下北にねすごいね ちょうどその時にいた場所が下北に20分ぐぐららいいいで着くぐらいの距離にいたんですよなるほどまっ速攻準備して向かってでその途中でこの人ってあの毎回自分がどの辺のエリアに置いたかっていうのを動画を投稿してからあの自分専用のそんなマップアプリみたいなのが多分あってそれに投稿するんですよさらに。 じゃあまあヒント的なことそう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 でも本当にざっくりした位置情報だそれはああじゃあそれでも結構難しいそうでも世田谷区だったの下北絶対下北だと思って下北じゃんそれリンゴだと思って行ったのよ行ってはいはいはいで下北つくじゃんつきますねついたぐらいでまたインスタが更新されたのおおちょうどそしたら取られてたんだよえっ 別の誰かにじゃあもういち早く行った人がいたんだそうマジかその撮られてる様子の動画が撮られててああああうわーと思ってもう下北にいんのにと思ってはいはいはいで実際にここじゃないかなって場所に行ったのビンゴでしたえ全く同じ場所でした下北のその場所あったんだそうえすごいね松代の目の前の電信柱あそこかいいえ 待って俺才能あるかもと思ってこれもう特定中じゃんみたいな確かにもう特定中になっちゃってるこれお前危ないことに使うなよ使えるマジで使えるいや使っちゃダメだいや使えるじゃないのよで僕まだ諦めてませんこれはいはいおおこの人日本に来てから何個ももう物を置いてて実はなるほどねやってるんだでそのいろんな場所がまあ行ったら海外の人がうん 東京に来たら行くよねみたいな場所なのよ。はい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 。新宿、はい、原宿、はい、渋谷、渋谷、で下北、はい、で東京タワー、ああそうだね。あとはね、あの東京タワー付近の浅草とプラ蔵前ぐらいなとこにも行ってたのよ。はいはいはい。なるほどねって、もうこの段階で道を見る前に次の位置をだいたい僕は、もうお前がその。 自分が海外から来てたら、うん、次どこ行くか、はい、なんとなく予想をつけて一、はい、日中そのスマホのストーリーをチェックできるように通知オンにしときましたその人のアカウント <laughs> もう怖いよやっとることがもうすぐ見つけたると思ってうん、うん、予想した上でね<う>、うん、で次の投稿がもう、うん、夜10時とかだったんだよまあ遅いっちゃ遅いね仮に場所が分かったとして、うんうん、そこにね電車で行って 帰っっててれるかいう確かに確かに時間ちょっとギリギリだもんねそれねでその時もう家にいたんですよはい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 で家で見てたら通知がポンって10時ぐらいに来てである動画が出てきたんですよほう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 もう結構暗いです夜だからそうだよねでその場所がある自動販売機の中にんかリングをねほう 入れる動動画だったんですよ自販売あの出てくるところそうそう自動販売機の飲み物が出てくるペットボトルが出てくるところにポンってそれを入れたっていう動画だったあまりに情報が少ない少なすぎるんですそれはやばいねでもその奥にねなんか見えてるんですよ街灯がでその街灯がんか色的にマイバスケットの色味だったのあんとなくでもそれが マイバスケット直接の色味じゃなくて何かが反射してその色味がこっち側に届いてるっていう情報だけもう推測ね、うん、いやここの推測もできないですよ普通はでその、えー、自動販売機の近くに <laughs>、うん、まあ電信柱があってその電信柱のところになんか神っていう字ほう神、うん、が なんちゃら町みたいなあのー、何々市とか何々区みたいなところになんかすごい遠いから、うん、神かどうかも危ういんだけどすっごいドットの荒い感じで神ってあるっぽいなっていうのとこだけ見えたんですよ。ほう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 で僕はもうその二つの情報、うんうん、まあ三つか。 え自動販売機遠くに見えるマイバスケットの明かりの反射と電信柱に書いてある「神」かなんかの「荒い字」この3つだけで渋谷の近くの神谷町あるねあの辺なんじゃないかというふうに推測しましてですぐに Google マップ開きましたスマホで。 町マイバスケットで検索しままあそうだねその情報に出てるやつだよねそしたら1軒ありましたしかも1軒なんだはいでその近くにストリートビューで降りてみましたそしたらストトリーービュって夜じゃないんだよねあまあそうだね基本昼間は分かりやすいように昼間になってんのマイバスケットのとこ降りたらマイバスケットがある近くに十字路があるんだけどその十字路の先に 自動販売機が3軒ぐらい並んでてその動画で入れてるであろう赤い自動販売機があったんですよはいはいはいここじゃないと思ってそこの方にストリートビュー行ってでその動画と同じ角度を向いたんですよそしたら昼間なんだけどあるお店十字路にあるお店がガラス張りのお店だったんだよ反射反反射射するなだよねそれ ここだってああそうだね絶対ここだってなったんだよ俺自分が怖くなって怖すぎるよ今俺が聞いてるけどもう怖いもんね俺多分都内だったら特定できる確かにだってそんなありえないもんねだってその動画もう1個しか画面的にはもう1個の情報しかないんだよしかも夜でめちゃ暗いわけですしそうぐるって回ったりしてくれないんだよもう本当に1面しかない一面の定点の映像 から場所割り出せると思って、うん、お前もうちょっともう「試合ってこいお前もう」やばいと思って <laughs> なんかマジでみんな気をつけなねん,<う>ん SNS 投稿する時確かに怖いねだって全然情報量いっぱい入っちゃってるよねそう,そうそうそうだってその動画はあえて情報を少なくしてるはずなんだよ意図的にねうんうんでもそれでも分かるぐらいやからってことはもうなんかそれこそ世の中 TikTok とかはい まあいるよ、ね。あの女子高生ってすっごい今犯罪係数が上がったけど <laughs> 若いね若い人ね若い人とか絶対そんなの考えてあげてないでしょまあ考えないでしょ今,今さ B、うん、リアルっていうアプリとかは行ってるじゃん。今自分がいる、うん、今その瞬間を背面カメラとそのインカメラ両方で撮って。うんうんはい 情報をこうバッて友達勘でこう教えるみたいなあるじゃんあんなのもうすっごい情報量だからね確かに背面もあればねそう<面>表裏の情報あったら俺すぐいけるから <laughs> いや行くな <laughs> <laughs> いかがだったでしょうか？うんともすんとも言わないよ。という方はぜひ評価やコメントよろしくお願いします。spotify で聴いてる方は q&a 機能。または概要欄的なところの Google home から youtube で聞いてる方はコメント欄、または概要欄に貼ってあります。google home に質問相談。感想等疾走感はい。 いいいいいいたただだけるとと幸でです今言ったどれもよよくくかんないよという方ははメールアドレスおおりを送り送さいそれではまた次回お会いしましょう。さようなら